でタランチュラとかサソリとか食べられるみたいで。はい、チューブ TV。ちょっと前髪気になってるんで、前髪をどこまで切っちゃっていいですか、前髪は。眉毛かかるぐらい。かかるぐらい。この辺ってか見えてないですか、見えてます。あ、見えてます。これは眉毛からぐらいですか。はい、で、イングラですね。この時はちょっと眉毛切っちゃうんで、ちょっとリフトします。イングラを持ち上げてリフトして、シューッと逃がしてる感じですね。もうちょっと大丈夫です。まだ大丈夫ですよ。はい、はい、もうちょっと行きます。あまり切ると短くなっちゃうんですね。多分このぐらいだと思います。少し上がって、そっか、もうちょっと切っても大丈夫です。これです。じゃあこの辺をちょっと切ります。はい、なんか目にかからないくらいが一番いいかもしれないです。はい、目にかからない。結構普通にしたらも結構短いですよ、これ。あ、いい感じです。こっち側、横はちょっと長めにしとかないと。いい感じです。大丈夫ですか。はい、はい、こっち側ちょっと切ります。はい、こういう前迷うと思うんですよ。こっち側どうしようかなみたいな。ここと繋げるっていうよりは、ここと同じ長さで合わせてあげるっていうのが一番いいと思います。僕はそうしてます。まあ、そんなに繋がりはないと思います。ここに対しての繋がりはないと思います、ね、慣れてくるとコーム使いながらここにこうやって逃がせれるようになってくると効率が早いと思います。今回もねさん、あまり台入れたくないってことなんで、本当になんかちょっとこの顔のところがちょっと悪くなるのが気になるってことなんで、高さをちょっとだけ出したいということで、ちょっと僕が今見たところ、これだけですね、見た感じなんですけど、これだけをちょっと昨日言ったヘルヤの方法でちょっと入れていきたいと思います。あんまり上から入れるっていうよりはこの辺からで、こうぐらいからでいいと思うんで、そこぐらい、大体この辺かなっていうのを自分でこうイメージして、また逆サイドも同じような感じでしていくんですけども、で長さあんまり短くしちゃうとあれなんで、本当にちょっとこの部分だけ入れさせてもらって、でセンターに持ってきていただいて、ここからこの部分だけをちょっと削りたいんで、ちょっとぼかしたいんで R2 でリフトさせて、本当に簡単な感じですね。これでもここのラインが同じ長さでいっぱいずれできるじゃないですか。これでちょっとね、卵型にこう見えるかなと気にして、いやそんなことないですよね。それが僕きっと静香さんの、それがシャンポイントだと思いますよ。ここがこう、ここですか。うんうん、本当にそれがいいと思いますよ。もうほっこりしてるんですよ、笑ったら。いや、それがいいじゃないですか。いいんですかね。それがなんか、なんていうの、含み耳と一緒で、なんか不幸にならなそう。あ、いいですね。将来、うん、そういうんじゃなくて、こうなってるってことは、もっと出ていいと思うんですよ、僕は。こう、ボンって。もっとですか。その方がいいと思うんですよ。服が寄ってくるんで。すごいたくさん寄ってきてほしいです。はい。服が。この毛先の毛は取っちゃうと小顔効果がなくなって、下が重い方が顔が小さく見えるで、下の重さがだけど、ここがボワッて広がってる方とかはいるんで、そこだけ取りますって言うと結構いいです。まあもちろん逆に逆らった方が取りやすいんで、
大丈夫虫うん、虫虫がどこあ、壊れた虫触れるんですかはい、手大丈夫ですからはいそれは触らないですよ大丈夫です虫全然虫嫌いなんですね虫ダメですはい、了解ですけど、もういないから大丈夫キャンプ行きますいや、キャンプしたいんですよけど虫は嫌なんですああ、わがままですねだから虫除けスプレーいっぱいして、はい行きたいです今虫除けした方がいいですかいやいやいやここで髪の毛に虫除けつけた方がいいいやもう大丈夫なはずで大丈夫ですかなんか家の前にも雲がよくいるんですよなんか上から空下がってるんですよねはいすごい叫んじゃいます廊下でほんと小さいのでもダメですかダメですね飛んでるだけでも早めに処理しておかないとなんか、はい、寝てたら口とかに入りそうじゃないですか食べちゃったらいいですか一回昔食べたことあるんですよ虫今昆虫食流行ってるからなんかノースサファリっていうなんか、はい、見込まないの方にあるみたいで、はいね、そこでタランチュラとかサソリとか食べられるみたいではい食べたんですかいや食べたくないです絶対だってなんかそれだけ600円とかするって聞きましたあー結構ね表面は逆にこうやってやっちゃうとこうやってやった方が確実にちょい中のも取れるんで大丈夫、冗談冗談大丈夫大丈夫大丈夫見たら分かるびっくりした大丈夫キューティが揃えるぐらいの感じですね本当にこの時はもうノーテンションでもう本当そーっともう毛先を揃えるぐらいのだいぶ昔に美容室行ってなんか電気がここまでではないんですけど結構明るい、はい、なんかこれおしゃれなライトがあったんですよ、はい、もうなんかガガどこから入ってきてるかわかんないんですけどあーバーっていてなんか6匹ぐらいちっちゃいやつやばいですねなんかサーって見えますはいそうですねサーって感じですあ、 あなんかいい感じですそうちょっと変えましたよねあんまり長さ変わってないんですけど少し変えましたで顔周りの方もあのシュッとこうなるような感じにしてあんまりここは切ってないのでここはないと思いますすごいなんか軽くなりましたちょっとですけどね本当に次は頬を入れてないので、はい、それ気持ち悪いね逆にそれちょっと食べたかったいやもう絶対食べたくないです、はい、ありがとうございます本当に幼虫なんですかね別にえ多分幼虫焼きそば弁当なんですか日本のやついや海外のあなんかカップ麺みたいなやばそうそれいやすごかったですなんか海外のは特にやばそうですね